ヤマタのプロフィールはこちら。高校のね、村田女子高等学校っていうところでフィールドからキーパーに転向したんだよね。でそれは詳しくは先日出た20の質問をご覧ください。21年から、まあ、長く所属していたベレーザからアイナックに移籍してきたんだけど、アスがさ、アイナックの練習参加した時にさ、ヤマタンと練習してきたじゃん。どうだった？なんか印象。いや、やっぱり一番その気になってたのは、ヤマタンのあの、なんていうの、オーラ、この、うん、絶対ゴール入れさせへんっていうオーラがすごいなと思って、すごい気になって、ヤマタにめっちゃ話しかけてんやんか、いろいろ。その練習参加した時に？練習参加した時に。うん。なあなあ、ヤマタみたいな感じで。めっちゃ気になって、いろいろ話して、話してみて分かったことは、ヤマタって、めちゃくちゃ真面目というか、もう見た目とさ、なんか見た目はさ、ちょっとさ、怖そうでさ、なんか話しかけづらくてっていうイメージがあるやん。でも、全然違くて、もうめっちゃフランクに答えてくれるし、めっちゃ話しやすかった。何よりイケメンだよね。それな、笑った顔がかっこよすぎるよね。それな、あとサッカーに対する気持ちがすごいよね、やっぱ。詳細は20の質問にて。でその20の質問をさ、実際に撮影してみてさ、の印象はどう？もっと奥を知れたというか、ヤマタンのサッカーに対する気持ちもそうだし、プライベートなことまでさ知れたやん。だから、うん、もっとグッと近づけた気がする。確かに、あのやばかったよね、テイストチェンジのエルモ最高。エルボ最高。絶対みんな見てください。ね、絶対見てください。で、まあ、代表としては2019年のワールドカップと2021年の東京オリンピックも出てね、出てるからね。まあ実績も兼ね備えた中での今大会っていうところです。ここからは勝手に自己紹介コーナーいきます。まず得意なプレーはビルドアップ。いや、もうヤマタンといえばね、もう足元の技術の高さ。どう、アスは？いや、もう間違いないナンバーワンでしょ。うん。あだ名はヤマ、ヤマちゃん。ああ、ヤマタン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 。いなかった入ってなかった。これ本人に聞いて、うん、帰ってきた返事をうちらが読んでるけど、うん、アスはなんて呼んでんだっけ？ヤマタン。入ってへんぞ。見事に省かれてる。そして最近の趣味は掃除、かっこはんぺんの毛を集めるね。2の質問でも出てくれたけど、はんぺんね、めっちゃ可愛いよね。愛犬か。うん、かわいい、ほんま。次、ペット飼ってる？何？豆しははんぺんちゃんかわいすぎ。え、これ何なんやろ、はんぺんとちゃんの間にさ、すごいスペースがあんねんけどさ、これどういうことなんやろな。はんぺんとちゃんっていうあだ名があるんか、はんぺんに。ちゃんって、それはちょっと、まあ、後日ヤマタンに聞いてみますだね、そこちょっと気づいてなかったね、ちらも。うんうん。特技はなんと金魚すくいおもろいこれは。うん、おもろい。特技っていうほどだから結構な数こなしてると思うよ。うんうん、多分祭りとかめっちゃ行くたんびにやってるんやろうな。器用だね、何事も、うん、ほんま。次、自分のチャームポイントは？チャームポイントは顎の下にあるハートっぽいほくろやってマニアック。ほんま気になる、皆さんご注目してください。以上、ヤマタンの勝手に自己紹介コーナーでした。ヤマタン、ご協力ありがとう。頑張って。